おはようございます。2011年7月の15日ニューヨーク証券取引所より NYFP TV の2頭部がお伝えします。はじめに14日に米格付け会社スタンダードプアーズは米国の長期格付け AAA と短期格付け A-1+を引き下げる可能性があると発表しました。11日に行われた連邦債務上限引き上げの協議でオバマ大統領は解決の意思は示しましたが短期的な応急措置は検討しないとし、市場では米法定債務上限をめぐる政治的行き詰まりが長期化するリスクが高まっていると指摘されています。その後14日の連邦債務上限引き上げの協議にて大統領は2兆ドルの赤字削減策についての合意に向けて民主・共和両党に要検討するよう要請しています。米労働省が発表した6月の米消費者物価指数 CPI は前月比 0.2% を低下しました。一方で食品とエネルギーを除いたコア指数は前月比 0.3% を上昇でした。次に中国では1月から6月の上期に銀行融資と株式債券発行などを含めた経済全体のファイナンス規模が7兆7600億元約95兆円となり前年同期から3847億元減少しました。中国人民銀行によりますと同行の新たな統計である社会融資規模に占める人民元融資の割合は 53.7% と前年同期を 3.2 ポイント下回りました。今日の外国為替市場ではムーディーズに続くスタンダードプアーズの米国の格付け引き下げの意思表明があったにもかかわらず投資家の間ではユーロ圏の債務危機への懸念は依然として強くドル対ユーロは昨日と大きな変化はなく 1.4118 で取引されています。また円についてもドルやユーロに対して昨日の流れについて取引されておりそれぞれ 79.15 円 111.74 円で取引されています。他ポンド対ドルは 1.6085 となっています。以上、ニューヨーク証券取引所より2頭部がお伝えしました。